本日はアコースティックレターライブ12月公演にご来場いただきありがとうございます。ありがとうございます。ここで九州女子屋からお知らせをさせていただきます。今回の遠征がですね、東京今年ラストの遠征となっております。あさって土曜日はここ秋葉カルチャーズ劇場さんにて定期公演総集編をさせていただきます。そちらのチケットがですね、本日21時締め切りとなっております。まだね迷っている方、ぜひぜひ一緒にね総集編迎えることができればと思っておりますので、ぜひお待ちしております。そして日曜日がですね、秋葉カルチャーズ劇場さん主催のライブオン秋葉に出演させていただきます。この日がですね、ルナチのお誕生日当日でもございますし、皆さんと一緒にね、ルナチをお祝いのムードにしつつ、皆さんと一緒に2021年ラストのね、東京のライブを締めくくることができたらと思っておりますので、ぜひご来場ください。そして最後に、このアコースティックレターライブの DVD がですね、今日も販売させていただいております。もうライブのね、このステージの映像はもちろん、ステージ裏のね、袖とかのね、私たちの表情だったり、なんかどういう感じでね、私たちがこう本番を迎えているのかとか、そういう映像もね、たくさん入っておりますので、まだ手に取ってない方はぜひ手に取っていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、4月から始まったね、アコースティックレターライブでしたが、秋公演、今回でね、すべて3公演行うことができました。このアコースティックレターライブはですね、秋葉カルチャーズ劇場さんのね、皆さんや、バンドの皆さん、その他にもね、たくさんの方のご協力あっての、あって皆さんにお届けすることができている、ライブとなっております。このライブを通してですね、私たち自身もすごく成長しているなっていうふうに思っています。皆さんもですね、平日のお仕事などお忙しい中、来てくださるおかげで、私たちもこうしてステージに立てているので、本当に感謝の気持ちでいっぱいです。これからも九州女子屋、そしてアコースティックレターライブをよろしくお願いします。よろしくお願いします。そして九州女子屋アコースティック1月から3月までの冬公演が決定しました。イエーイ、ありがとうございます。こうやってね、また皆さんと新しい季節をこんなね素敵な生バンドでね、音楽をお届けできることがすごく嬉しいなと思っております。2022年もね、九州女子屋が自信を持って音楽をお届けできる1年にしたいなと思っています。ぜひ2022年の九州女子屋もよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、時間が経つのはすごく早く感じますが、次がこのアコースティックレターライブ最後の曲となります。この素晴らしいアコースティックの空間を最後まで一緒に楽しんでいきましょう。それでは聞いてください。オレンジ。遠回りをした